とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにね、このクエストが出てましたね。デイリーチャレンジ。プレイヤーの HP が 75% 減少するクエストですね。いや、久しぶり見た。やってみようと思います。地下寺院ね。旗は結構多いな。で、使う装備だけども、まあもちろんこれでいきますよ。最近流行りのソウルビルドですね。これでちょっと行ってみましょう。まあ武器はこれ、ツタのムチですね。いけるかな？それでは行きましょう。難しいだろうな。でね、コメントでもよくいただくんだけども、夜の棒と、失われた魂の棒か。あれ、どっちがいいんですかみたいに来るんですけども、夜の棒の方が、テンポシフトがついてて、緊急時に、生き残りやすいかなとは思うんですよ。でも、ソウルの棒の方は、マルチショットがついてるので、火力はあっちの方かなと思うんだよね。まあ、ちょっと今ね、ソウル棒を持ってないので、それはちょっと厳選して、また今度動画出します。どっちがいいんだろうね。でも実際、どっちともいいとは思います。どっちとも使いやすいっちゃ思うよ。やべ、あぶねえ。そうか。あぶな。完全に忘れてた。HP が 75% 減少してるって。一発くらえば、瀕死だね。2発で確実に死ぬ。で、あれだな。旗次第だね。旗次第で、どうなるか。です。うわー、やっぱりか。死ぬね。結構死ぬ。変更がついてたか。そりゃそうは。変更ついてたら、死んじゃいます。いや、しかし、厳しいなぁ。いや。ちょっと待て。よし。ちょっとね、俺に変更ついてるけど、敵にもなんかやたら変更が今日つくね。そこ注意しないとね。なんだ、変なの来んなよ。何？ん？チェーンのエンチャントを持ってる。どういうこと？敵がチェーン。あ、まあ、あれか。動かなくなるか。嫌なやつ。チェーンはちょっと嫌だな。食らいたくねえな。やばい。ごめん。うわっぶね。死ぬ。やば。まあ、とりあえず、進んでみましょうか。中間地点を越えました。まだ旗はありませんけども、ちょっと厳しいぞ。やっぱり厳しい。すっごい緊張感がありますね。やべっ。おー。普通に食らってそれかい。やばい。じゃあ、危ねえ。もういざとなったらもう、ポーションバリアで突っ込むっていう手しかないんだよね。やべえな、帯電がついてる。きつそう。よし、オッケー。ちょっと待って、帯電プラス、ちょっと待て。おい、やけどかい。しかも、再生までついてるってもう、アホみたいでしょ。ちょっと待てよ。よし、オッケー。とりあえず。あ、待て。もったいない。もったいなかったな。ちょっと待って。味方回復が近くにいるな。オッケー、倒した。変なのつくな。モブ速度。よし。オッケー、もう 75% 減少してるだけでもう地獄のようなクエストだからね。あんまり変なのはつかないでくれ。特にナイトモードとか。ナイトモード、これ来たら詰むだろうな。やべ。ナイトモードだけは頼む。やめてくれ。洞窟の奥に多分いるんだよね。いた。ちょっと待って待って待って、えぐい。なんかすごいのがいる。ちょっと待って。とりあえず、雑魚をね、まず処理して、おー、で、神秘が、モブ HP130% 増加。まあ、ナイトモードじゃなかったから、よしとしよう。まだ奥にいるね。脅威が、3まで行きましょうか。OK。ナイス。やっぱこのね、下の、うわ、プレイ下のムチはこれができるから、すごくいい。よし、ちょっと待てーこれ突っ込むのが怖えな。よし、オッケー。まだある、まだ先がある。怖いな。モブ HP が上がってるからね、これ完全に倒せなくなってるでしょ。いや、いける。このソウルビルドの火力だったら雑魚ぐらいだった。あぶねえ危ねえ、なんかついてた。危な。あ、でもいなかったですね。あと2体は洞窟内にはいない。外か。いや、もうそのままクリアしたいけどな。一応取ります。まっすぐ行ったらクリアだね。でも右に行ったらば多分キャプテンがいるんでしょう。行くか。いる。あわっといや、大丈夫。まだいける。くそ。まずさ、ここ。あぶねえ。ソウルがなくなってた。あぶな。ソウルなくなってた。ちょっとソウル貯めます。一応出口を確保しとこうか。出口確保すると、いざとなったらね、もう逃げ込めばいいんで、いいでしょう。行くぞ。よし、オッケー。キャプテンどこ？よっしゃー。ナイス。あー、やっぱ夜の棒の方がいいかな、これ。失われた魂よりも。テンポセフトがやっぱりね、いざって時に、すごく役に立つ気がする。よし。ちょっと待って。やばいなあ、だよね。いるかこれ先。これ、帯電とかが来た時がマジでやばい。危ねえ。おし、いる。しゃあ。よし。いけたけど、もうちょっと待て。きついぞ。ええー、帯電はい、それでは戻ってきました。やられちゃいましたね。75% 難しい。で、行くならばやっぱりね、せめて263の防具が欲しいかな。ワンパンで死んじゃうんで、ちょっと油断した帯電とかで死んじゃうんでね、やっぱり263、もしくは251でいいので、35% 軽減がついてる防具。が欲しいところですよね。でもそれつけると攻撃力が減ったりするので、なかなか選ぶのが難しいところです。はい。ではね、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。